ご紹介預かりました特定非営利活動法人 ADDS 共同代表の熊と申します。本日は貴重な機会をいただき、本当にありがたく思っております。私からは科学的根拠に基づく早期発達支援の社会実装ということで、どのように人材育成というものを位置づけて取り組んできたか、まだまだ途上ではあるんですけれどもお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。簡単に自己紹介です。専門は心理学になるんですけれども、もう10年以上ですね、NPO 法人での活動を中心に、大学との連携とも持ちながら、取り組んでまいりました。法人では、事業所と思ってですね、民間の本当に事業所として、親御さんやお子さんたちに支援を提供するといった活動も行いながら、そういった様々な実践を研究として、行ったり、それをいろんな、支援者の方にお伝えしたり、まさに社会実装というところを行いながら、法人の運営をしています。あらゆる立場の方と手を取り合い、共に学び進むっていうのは、本当に今、どんどん活動を続けるにあたってですね、重要性がどんどん増してきている、本当に全ての方と手をつないでいかないと、全国本当に10万人を超えるお子さんたちにしっかり届けていくっていうことが難しいというのは私たちも日々感じているところで、まさに今日のテーマの、人材育成というところは重要な活動になっています。対象とする社会課題については、発達障害、特に自閉症という障害ですね、を中心に支援を行っています。自閉症というキーワード自体は耳にされたこともある方が増えていると思いますが、かなり数が多い障害として知られています。44人に1人、年々調査によって数値が上がっているというか人数が増えている、それは診断基準といったものが整備されてきたり、社会的な認知が上がってきたとか、さまざまな要因が関係あると言われていますけれども、かなりたくさんの数、こういった障害を持つ方がいらっしゃるというふうに言われています。診断もなかなか難しかったりですね、併存も多かったりすることから、とにかく診断がつく前から早期に支援をしていくっていうことが重要であるというふうに言われています。こういったお子さんたちの支援自体は、かなり古くからしっかり研究がされてきておりまして、応用行動分析学という心理学の一つ、行動に焦点を絞ってですね、具体的に支援を行っていくという、そういった支援のこうノウハウといいますか、方法論自体は随分確立されてきている領域です。で、米国等では約40州でこの ABA に基づいたセラピーが公費で全額負担されて提供されるようなことも、あったりするんですけれども、日本ではこのエビデンスに基づいた早期の発達支援が十分に、現場に行き届いていないという現象、まさに先ほど死の谷というお話ありましたけれども、そういった現象があります。日本でも研究も行われておりまして、社会に実装していくということが必要であるということは間違いないところなんですけれども、そこが十分に進んでいないということで、私どもの研究プロジェクトはそこにまさにアプローチをして取り組んできました。障害のあるお子さんの支援の受け皿自体はかなり数が増えてきているという状況があります。ただしその中身ですね、どういった内容が提供されているかというところ、具体的な方法論までの調査は十分にはないんですけれども、少なくとも個別支援が前提となっているようなセラピーの有効性が示されてきているにもかかわらず、個別支援を行っている事業所自体が非常に少ないといったような状況があります。ですので、やはりこう、プログラムというか、そういったエビデンスに基づいた支援を提供できる人をしっかり育てて、各全国の地域でそういった支援がお子さんたちに届けられるような仕組みを作っていく必要性というのがあります。私どもの研究プロジェクトでは、この3つのパッケージを作ってですね、社会実装という活動に取り組んできたんですけれども、その中でも人材育成というテーマですと、この1番と3番が該当するかなと思いますので、ご紹介いたします。一つは保護者を担い手と位置づけたプログラムです。保護者をこういった早期の発達支援の消費者として位置づけるのではなくて、親御さんにしっかりお子さんに関わる知識やノウハウっていうのを可能な限りお伝えして、親御さんがお子さんを支援できるようにしていく、そのエンパワーメントしていくプログラムということをまず開発をしました。
それがペアスクというものになっています。中身はその ABA という心理学に基づいた個別の丁寧な指導を行うんですけれども、それのノウハウを、養育実践タイムというものを設けて、親御さんに OJT 型で実践していただいたりですとか、あとはスマートフォン等を使ったアプリケーションを使って、家庭での療育を支援して、その記録をですね、支援者と親御さんで共有するような仕組みっていうのを合わせてパッケージとして実装をしております。そうすることで、単に1年間療育を受けましたというだけではなくて、親御さんがご自身でお子さんに関わりのコツをつかんで、お子さんの発達をこう支援していくノウハウを持って卒業していただくというような位置づけのプログラムになっています。でもう一つが、このペアスクを担う、そして先ほどのアプリとかも含めて使いこなす人材の育成ということになります。これは実際に実装先で提供していただいている、ペアスクを提供していただいているお写真提供していただいたんですけれども、リステックスでご支援いただいている期間に350家庭に提供がペアスクできました。で、現在も2021年度だと202家庭に提供と、約半数ぐらいは外部の実装機関の先生方に提供していただいた人数になります。担い手の育成ということで、これが初級 ABA セラピスト認定研修というものになっていまして、先ほどのペアスクエアのアプリケーションを使う前に、必ず皆さんに受けていただく研修になっています。で、e ラーニングを行った後、OJT 型の現場実習を20単位行うというところが、大事にしているポイントです。で、さらに、すぐに認定をするのではなくて、その後、計12回、事例検討に参加していただいて、フォローアップの研修、フォローアップ研修も受けた上で初めて認定という、ちょっと回りくどい仕組みをとっています。認定者はホームページでリストを公開するといった対応をしています。で、試験も、こういった項目、かなり定量的に評価できる項目というものを、先ほどの ABA という理論に基づいた実践、ランユニットというひとまとまりの関わりから褒めるところまでひとまとまりで実践するですとか、お子さんに間違いをこうさせない、エラーレスでお子さんがこう成功体験を積み重ねながらできるようにっていう、そういうあたりを具体的にスキル化して、基準を作って、試験を、ビデオ判定で試験をするといった仕組みになっています。運用としては、安全にですね、認定をしていくというところを、ちょっとこう、力を入れてやっておりまして、先ほど試験に合格後認定までにちょっと時間がある、1年間ありますっていうふうにお話ししたんですけども、最後のその1年間共にこう過ごす中で最終的な資格申請の拒否権はこちらが持つような仕組みに、していたりします。必ず組織単位ではなくて個人単位で受講してくださいと。割とこう入れ替わりもそれなりにある現場だったりもしますので、個人で職場を例えば変わられても個人でのこうスキルアップをしていくっていうような、そういったあたりを大切にしていたりします。資格名の不適切な利用等に関しては、契約書にしっかり明記をして資格の取り消し要件なども提供しています。で、フォローアップ研修ではこういった各地域での、研修会を各実装機関の先生方と共に行うということを行ってまして、そこでポイントが得られるような仕組みになっています。こういった3点セットで実装を進めてきたんですけれども、研修単体で受けていただくという場合ももちろんあるんですが、期間実装という形で、こういったフローを作って、この中に研修プログラムを位置づけて、受けていただく。その実装公募説明会というものも、リステックスでご支援いただいた後も定期的に開催をして、定期的にこう、組織として実装を受ける機関さんも増やしている状況です。ここはかなり価格設定などもしっかり行って、対価をいただいて実装するという形をとっています。ステークホルダーとの連携というところでは、先ほどのパッケージで実装ということでは、江戸川区の公的な発達支援センターに実装していただいたりということを今やっていまして、江戸川区においては先ほどの初級 ABA セラピスト養成講座のもう少しこうライトなものをまず江戸川 ABA 基礎講座ということで、行って修了証の発行をするといった地域単位での取り組みも行っています。
もう一つ、現在は先ほどのこうプロジェクト中につながりを持った連携機関3を中心に EDS ネットワークという、まあ、職能団体のようなものを一緒に作りまして、一緒に実装を広めていくということを行っています。まあ、こういった、まあ、倫理的な部分、哲学もですね、とか文化っていうんですか、そういうものも一緒に共有をして、発達支援の輪を広げていきましょうという、ネットワーク。まあ、定義なんかもしっかり定めまして、最終的には、ウェルビーイングを維持向上していく、そういう領域を行っ、発達支援を行っていくっていう前提のもと、組織だって今、活動を始めたところです。はい。で、まあ、科学的根拠に基づいたっていうことは、先ほどの海外で、成果が出たプログラムをそのまま日本にというよりは、きちんと日本でも評価検証しながら、PDCS のサイクルを回しながら使っていくっていう文化を広めていくことが大切ということで、そういったものもガイドラインに定めて、お互いに評価をしていくような仕組みっていうのを、これは今まさに作ろうとしているところです。ああいった福祉の事業所自体は評価項目というのはある程度あるんですけれども、そこに独自の評価項目を付け加えて、まあ、オンラインで評価をしたり、追加の研修を受けたり、結果の公開をしていくっていうような仕組みを、これはまだ今構想段階なんですが、皆さんとお話しながら今作っているところになります。はい。まあ、このあたりは、項目の一部、抜粋です。最終的には EDS ネットワークを通じて全国に引き続き人材の育成の輪をもっともっと広げていくとか、まあ、単に発達支援ができる人を増やしていくだけではなくって、その発達支援という切り口をもとにですね、地域全体に違いっていうものを尊重して一人一人の個性を受け入れていくような、そういう市民性を作っていくっていうことを目標に EDS ネットワークでは、皆さんと共に活動を進めていくポートしているところです。はい。で、研究と実践の循環というところなんですが、その後です。実装期間のプロジェクトの終了を新たにこちらに採択をしていただいて、今取り組んでいることを少しご紹介したいと思います。先ほど少しアプリのご紹介したんですけれども、まあ、現場で発達支援を提供する上で、まあ、最低限の質を担保する共通言語としてこのアプリケーションを開発して、試験まで使っていただくっていう形をとっています。で、そうすると先生方が日々実践した結果がここにデータとして集まってくるということができますので、先生方の日々の実践っていうのをデータとして集約していって、それをもう一度解析して現場に返していくという、そういう活動を、そういう研究をですね、今行っています。で、現場での先生方の日々の実践が、それがそのままデータとなって研究となっていくというような、そういう取り組みになっています。まだ今、現場実証とした20件ぐらいのデータをまず解析した結果っていうのを、こういった子どもの特徴に応じたレコメンド課題の提示っていうような仕組みを作っていこうということで、これはテスト画面として開発をしていただいたものなんですけれども、日々のいい実践が自然と集約していって、さらに現場の助けになっていくと、こういうタイプのお子さん、どういう課題をやってあげたらいいのかなっていうのが、かなりまだまだやっぱり現場の先生方のこう専門性に委ねられている部分、まだちょっと職人技になってしまっている部分っていうのは当然ありますので、それをどん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 可視化して、教材化、共有の知識にしていくっていうことに今は取り組みたいなというふうに思っています。こういった取り組みを通じてですね、お子さんが自分の特性に合った支援っていうものを各地域で、まあ、生涯通じて、受けられるような地域になっていくっていうことも見据えて、これはまあかなり将来的な目標ですけれども、そういった切れ目のない支援モデルっていうのを目指していきたいと思ってます。はい、担い手、やっぱり育成が重要っていうのはもう明らかに自分たちだけではできないっていうのは間違いないので、たくさんの人と手をつないでいかないといけないっていうのがまず一つです。で、その上でフィデリティを厳密にしすぎて、このやり方じゃないとダメですっていうことではなくて、最低限の質のガイドラインを一緒に作って、地域ごとに最適化できるようにしていくっていうことは大切だと思っています。で、まあ、更新の仕組みだったりとか、何かコミュニティを作るとか、そういう質を維持する、そういった仕組みもセットで考えるっていうこと。で、そういった一人一人の育成された方々を通じて、各地域や各個人の自立、自走を目指すような、
そういう人材育成を行っていきたいと思いますし、今後もそういったところを目指してやっていきたいなというふうに思っております。